東日本大震災で親を亡くした子どもたちが書いた作文集が出版され村井知事に手渡されましたこの10年の歩みを震災事故時の全員の思いと一緒に求めたので、うんうん、ぜひお読みください、はい、ありがとうございますしっかりと言わせていただきたいと思います本を手渡したのは小学2年生の時津波で父を亡くした萩原さわはさんです 萩原さんは当時の作文に小学校でお父さんの話になるとお父さんがいないということを言えない誰もいないところで一人で泣きますと苦しい胸の内を綴っています東日本大震災の維持2000人余りを支援してきた足長育英会のケアプログラムへの参加を続け仙台大学の1年生となった今は支援する側として活動に携わるようにもなりました 事故とか病気とか、で親を亡くした子たちにも、この本を通して、こういう場所があって、自分の気持ちを聞いてくれる人がたくさんいるっていうのを知ってもらえたらいいなと思って、書いてました。震災で親を亡くした子どもたちの心の奇跡が記された作文集、お空からちゃんと見ててねは、書店などで購入できます。